ですね。まあ正直15年という時間意識はしていないんですよね。言われて初めて、あ、15年という時間が経ったのかと。本当にまあ毎日毎日やるべきことをしっかりやろうという思いで、歩いて歩き続けて訴え続けてきているので、逆に、あ、早くね、息子の命を生かすことはしないとと思う。逆に自分自身、しっかりしなさいよという思いが湧いてきましたね。伝えたいことはまずはエレベーター、ロープ式エレベーターには巻き上げ機の構造上のリスクがあったと。そのリスクが都会走行事故につながらないようにするためには、エレベーター業界全体の安全協力と連携が必要だった。それをしっかりやっていただかないと、利用者の安全がいつまでたってもですね、脅かしされ続けてしまう。みんなエレベーターを使っている人は、1メーカーのエレベーターだけを使っているのではない。さまざまなメーカーのエレベーターを使い、たくさんの保守点検をした業者のエレベーターを使っている。その安全は利用者にとっては全ての安全でなければいけない。1メーカーの安全だけでは安全にならない。それを何とかそういうふうにしていただきたい。一人一人の命を大切にする社会っていうのを願ってやり続けてることなので、いろいろ考えたんですが、全くやらないという選択よりも何かができる、できることは何か。例えばこの献花についても施設が借りられなければできない。でも借りられるんだったら、本当にそれぞれの距離をとって安全対策をして開こうというふうに思いでやりました。